今日は、岐阜両者というわけなんですが、この岐阜両者というと、あの山口選手がまくりが出たあのレース、影テールのレースを思い出されるわけですけどね、もうあのまくりは出ないだろうと自分でも言っていらっしゃいましたけれども今日はどういうレースになるんでしょう。最近山口選手は車をミニクーパーに変えたということで、このミニクーパーがいいんだよとね、嬉しそうに話していました。また車というと、最近車を買い替えたというか、もう1台買ったというのが7番車の埼玉の太田真一選手なんですね。太田真一選手、昨日は思ったように走れなかった悔しさか、自分に対して怒りをぶつけていました。しかし今日は控え室前で太田真一選手、顔もだいぶ好調していて、自分に暗示をかけるかのように何かをつぶやいて、本当に自分に暗示をかけてレースに向かっていきました。今日のレースはどういうレースになるんでしょうか。こちらからは以上です。はい、来球レース控え室前レポート、金沢さんに伝えてもらいました。来球レース S 級最初1個目の準決勝戦、選手が発走台へと近づいてまいりました。では立教西山英一さんでお楽しみいただきましょう。開設48周年記念の菊花賞典レース、いよいよ第9レース、このレースから S 級の準決勝戦となります。まずは S 級の準決勝、1番手を戦うメンバーです。1番千葉、東出武史、2番岐阜、山口浩二、3番埼玉、森田進、4番地元、松山学、5番岐阜、加藤渡、6番2人目の地元で東明、7番埼玉、太田真一、8番千葉、泉田喜一、9番静岡、梶原光。 S 級の準決勝、まずは1つ目を戦います。75期の太田真一、そして難関の機関車は9番の梶原光です。展開は二分線が考えられるところも、ここは2番の山口浩二、あるいは最終的には1番の東出といったところの位置取りも気になるところです。勝ち上がりは上位3名が明日への決勝への権利。太田真一、昨日の特選競争は先行勝負で挑んでいます。ほぼ無風の絶好のレースコンディションとなっています。ここ花月園競輪場、前傾姿勢を取ります。第9レース S 級の準決勝の1つ目、まず2番車山口浩二が行きます。外側を見合った2番の山口がどうやら前に抜けていきます。徐々に上がっていく2番の山口、2番手に5番の加藤渡るがどうやら追走、岐阜両者が前に行きます。3番手追走は7番の太田真一、昨日の特選競争吉岡のまくりあって復活も小島にレースをさせませんでした7番の太田です。昨日は先行で挑んでいった7番の太田真一は3番手、後ろ3番、もちろん同県埼玉の森田進がマークです。埼玉両者の後ろに1番の東出、8番の泉田喜一がこの後ろを固めて千葉両名、埼玉両者には千葉コンビ、そして7番手には難関勢9番の梶原光が早くもつけていきます。73期の難関の機関車9番の梶原光です。地元4番の松山学がもちろんマーク、ここは地元記念だけに投手を見せなければいけません。4番の松山、最後方から6番の東明、地元コンビが最後方を追走して2周回目の1センターから第2コーナーです。前を取っていた2番車の山口浩二は今度は目標を変えて5番の加藤渡るが前に詰めていきます。2番手7番の太田真一、隊列が少し長くなっています。太田も今年近況の成績を見ると世界戦帰りの向こう町の記念で小島にレースをさせずに向こう町の記念を取っています7番の太田です。やはり先行した時は非常に末の粘りがあります7番の太田真一、太田が結局正攻法へと変わりそう。3番車の森田進がマーク、昨日の選抜戦本当に驚くほどの伸びを見せました3番の森田です。ここは同県埼玉の太田真一がいるだけに森田進も絶好のチャンス到来です。そして3番手に1番の東出が3番手を回るだけに直線果たしてどのコースを踏んでくるか非常に気になるところ。東出武史現在3番手、後ろ8番の泉田と千葉両者が3番手4番手、そして2番の山口浩二は中段の5番手に構えています。近況でも6月の当初 S 級シリーズ決勝戦鮮やかなまくりを見せて後ろから刺されてはいますが2着と粘っています2番の山口です。番手勝負あるいは
まくりもここは出るかもしれません。後ろ5番の加藤渡といった岐阜両者、7番手から9番の梶原校上昇です。4周回目の第1コーナー、梶原が行きます。前で受けていく太田、太田が少し踏んでいくが、結局梶原の方が先頭に出ます。2番手松山、3番手には6番の東と地元両名、2番手3番手山口浩二が追い上げて中段を取っていく。太田真一は引いて現在6番手、東でそして泉田といったところは埼玉両者を追走。しかし泉田は切り替えてきた。泉田結局中段に潜り込んでくる。先行9番の梶原浩です。梶原が今日は胸を借りるつもりで先行だ。続いて4番の松山、3番手には東と地元両名、2番手3番手難関の3名が一気にました。最終回の第2コーナーからバックストレートに流れていく。7番手から太田真一だ。今日は太田まくり展開。最終回の 200m を切ります。先行する9番の梶原の横、7番車の太田がまくり切りました。森田離れた、森田離れている、揉まれてきた。4コーナーから直線、先頭一気に7番の太田、太田が圧勝です。太田そして切り替えた2番の山口。第9レース S 級の準決勝戦、今日はまくり展開もやはり力が違いました。7番の太田真一、太田圧勝で、そして切り替えてきた2番の山口浩二、遅れて8番の泉田。この後の正式決定までお待ちください。第9レース S 級の準決勝の1つ目、力の違いを見せました7番車の太田真一。まだ旗の方は上がっていませんが、この後の正式決定までお待ちください。走路審判員は異常なしの白旗。ではただいまの模様、第4コーナーからのスロー VTR でお楽しみください。今日は梶原校の先行、そして地元4番の松山もブロックするんですが、太田の力が違いました。まくり切った7番車の太田が先頭に出ます。森田は少し離れて4コーナーから直線、2番手以降が混戦となって太田の独走となります。太田が後ろを引き離してのゴール、そして切り替えてきた2番の山口、遅れて8番の泉田。この後の正式決定までお待ちください。第9レース S 級の準決勝の1つ目でした。S 級準決勝先頭固定5周競争を行います。このレースに出場の9選手出走表通り異常なく出走いたします。1着7番太田真一、2着2番山口浩二。これは以上です。はい、その5番の岡倉選手なんですけど、髪を金髪にね、それで来ています。まあ、ちょっとあの低迷したような状況が続いてたんで、ということで気分転換という意味を含めて金髪にして、ここ最近調子的にはいい感じ。この頃の選手の頭が大変カラフルになりましたね。そうなりましたね、本当ですね。さあ、あのサッカーの中田選手を意識してなんておっしゃってましたけれどもね。あ、なるほど、はい、サッカー選手多いですよね。そうですね、はい、本当サッカー選手も多いけど、まあ、経営選手も本当ね多くなりましたね。はい、さあ流行りですね今、そうですね、若い選手が来た。第10レースバンクに9名選手が登場してまいりました。第10レース S 級の準決勝戦です。距離は2025メートル、バンクを5周で争います。では実況、東京電雪工業西山栄一さんでお楽しみいただきましょう。S 級の準決勝の1番手、やはり力のぶつかり合いとなりました。迎えるは第10レース S 級の準決勝、今度も2つ目となります。では第10レースを戦うメンバーです。1番地元神奈川伊藤達也、2番石川小島啓治、3番青森松井和義、4番徳島室井健一、5番福岡角倉正義、6番も福岡内田浩二、7番千葉滝沢正光、8番福島岡部義行、9番静岡浅内正幸。 S 級の準決勝戦2つ目を戦います。昨日の特選競争は全くいいところがなかった2番車の小島啓司です。ここは同タイプ、地元神奈川の伊藤達也、あるいは福島の岡部といった対戦を受けます。その小島の行為、角倉あるいは4番の室井といったところが、戦勝会の時点ではこの後ろを主張していました。角倉としても西勢に目標ありませんので、小島の行為に的を絞りたいところ。室井健一が果たして番手勝負に行くかどうか。グランドスラマー滝沢正光はここは伊藤達也に任せます。S 級の準決勝の2つ目です。前傾姿勢と移ります。
最後に8番の岡部芳幸、ハンドルに手をかけます。号砲一発、 S 級の準決勝の2つ目、まず6番の内田浩二が行きます。25メートル線先に通過してきた6番の内田浩二、昨日は本当に動きが鋭かった6番の内田です。鮮やかなまくりを見せて予選競争を解消しています6番の内田です。内田が前に行って9番の浅内正幸が追走、車間を詰めていく5番の加倉正義、7番の滝沢と続いて4番の室井健一、6番手に2番の小島慶治です。昨日の特選競争タイミングがずれたんでしょうか、9着と大きな数字で敗れています2番の小島。前回の前橋の友人親王杯でも連に絡むことができませんでした2番の小島です。ここはなんとかかけたら日本一、先行日本一の看板を取り戻すためにも小島慶治主導権を取りたいところ。後ろ4番の室井健一がマーク、2番4番と続いて7番手に3番の松井和義、松井の後ろに地元1番の伊藤、最後方から8番の岡部が前へ伺う構えで1センターから第2コーナーへと向かいます。まだ隊列の方は落ち着いていません。6番の内田浩二が前受け、しかし後ろに下がりたい模様ですが後続の選手なかなかそれをさせません。9番の浅内正幸が2番手を追走、7番車の滝沢正光が牽制をかけます。2番小島は現在4番手、後ろ4番の室井健一、室井としてもここは加倉に番手戦を挑んでいくかどうか。4枠の両名が並んで1番の伊藤達也、ここのところは非常に積極的になりました1番の伊藤です。向こう町の記念の準決勝、そして一宮のオールスターの2日目、慶応閣での2日目、そして前回の青森の S 級初日と3日目、いずれも主導権を取り切っています。昨日の選抜戦でも打賞からの先行、稲村にまくられはしていますが気合の方が十分伺える1番の伊藤達也です。その伊藤はどうやら8番手回り、後ろは8番の岡部芳幸、まだ並びの方が固まらず最後方から3番の松井和義、北日本両者はどうやら後方です。1番の伊藤達也が前へ車を進めていきます。4コーナーから方面へ戻ってくる、左前方に赤番刑事が見える位置、待ち受ける7番の滝沢、そして6番の内田浩二といったところ、2番車の小島刑事も牽制状態です。なかなか並びの方が落ち着かずに道中すでに800メートルを切っています。4周回目の第1コーナー、室井健一の前受け、2番手に滝沢、3番手には6番の内田浩二、中段位置には1番の伊藤達也、小島の方は引いて現在8番手、小島現在8番手、マークは加倉、西の両名攻め上がっていきます。打賞先行を取っていく2番の小島慶治、そして加倉正義が追走した、切れた4番の室井圭一が3番手にはまって、伊藤達也は4番手、滝沢とドッキングして難関勢、そして9番の浅内と難関勢が出来上がる。6番車の内田が立ち遅れて7番手、後ろ8番の岡部は8番手となった。一本棒で先行日本一の看板を取り戻します。2番の小島慶治、小島の先行だ、続いて5番の加倉、3番手に4番の室井と4枠両名、2番手3番手、4番手から地元伊藤のまくりだ、地元の伊藤果たして届くかどうか、4コーナーから直線に戻ってくる、先行2番の小島がかける、加倉が刺す、加倉直線追い込んだ、加倉追い込みました、加倉正義追い込んだ、先行した2番の小島慶治を直線鮮やかに加倉正義が直線記録競争を見せます。差し込んだ5番の加倉正義、そして2番の小島慶治がどうやら粘った体勢、この後の正式決定までお待ちください。第10レース S 級の準決勝の2つ目でした。走路審判員は異常なしの白旗。ではただいまの模様、第4コーナーからのスロー VTR でご覧ください。なかなか並びの方が落ち着かなかったんですが、結局小島慶治の先行、加倉が追走して3番手に4番の室井、4枠両名が2番手3番手で直線です。小島の先行、そして加倉正義が直線でこれを捉えにかかります。ゴール体系、加倉が刺した模様か、そして2番の小島、この後の正式決定までお待ちください。2番5番2番で720円でした。11レース、岸田関がね、はい、このちょうどあの今3階のこれ、とこがスタジオになってますけどね、はい、この真下が岸田関だったんですよ。あ、昔、はい、僕なんか来始めた頃ね、それでもう本当に鳥小屋みたいなですね、うん、本当に狭いところで、はい、だったんですけどもね、今もでもそんなに広くは、ないかもしれないですね、うん、それでも奥行きが全部ありますからね、本当に人が椅子の後ろ一人、通れればいいぐらいの狭さだったんですからね、はいはい、あの頃の、うん、
飛車席っていうのはね、それでお客さんの頭がね、目の前にもうあるんですよ、はいはい、それでちょっと後ろ振り向くとも僕なんか立ち上がってるともお客さんがこっち見れるような状態の場所だったんですからね。なるほど。それはもう後楽園の競輪場なんかでもそうだったんですけども、つい最近までですと慶応学が壊しちゃったもんですからね、はいはい、そういうことないですけども、大体そういう場所に多かったですね、記者席っていうのはね。そうですよね、全て本場だったわけですもんね。そうですね、さあ、育成層ついに半世紀を超えた競輪の歴史、まあ、また新しい姿を次から次へと打ち出していかなければいけないというところに差し掛かっています。まあ、そんな一つがささやかながらファックスサービスその他と言えるんじゃないかと思いますが、まあ、何回も、いいことは何度でもお知らせしましょうということで、ファックスに無料案内サービスをお知らせしておきましょう。ファックスサービスのご案内です。162を押しました発信音の後にシャープ2870455842460 01シャープです。どんどんご利用ください。はい、今日はゲストに工藤源四郎さんをお迎えして、解説は地元神奈川新聞の村田博さんでお送りしております。まもなく投票締め切りになるという、場内アナウンスが聞かれました。まあ、締め切ってから5分というのが、レギュラーの、スタート前までの時間になるわけですけど、では直前レポートを竹林直美さんに入れてもらいましょう。はい、まずは1番の鈴木選手の自転車をご覧ください。鈴木選手は今季から自転車を変えたんですけれども、吉岡選手も乗っているウノの自転車なんですね。でもこのウノの職人さんが亡くなってしまったので、これが貴重なものになっちゃったんだそうです。商品価値が上がりそうですね。鑑定してもらいたいという感じなんですけれども、そして4番の横山選手は初めて髪染めに挑戦したそうですが、これが豪華な金髪である意味で自分をアピールしているようです。そしてその横山さん選手がおっしゃっていましたけれども、8番の尾崎選手が非常に調子がいいんではないかと言うんですね。というのも連日ラインの3番手から横山選手、2番手でいる横山選手を抜いていくんだそうです。横山選手はね、今日こそは尾崎選手に抜かれないで頑張りたいなとおっしゃっております。そして3番の市村選手なんですけれども、市村選手トレードマークのひげ、これはですね、伸ばし始めて5年経つんですけれども、もともとは剃り忘れたのがきっかけなんだそうです。ベテランのいい味を出してくれるではないでしょうか。こちらからは以上です。はい、宇野ブランドは藤代選手のお父さん藤代よしみさんが、ビルダーなんですけれども、非常に硬いんで、踏みこなせなければという。小林正義選手は静岡ダービーを取ったときはこの宇野だったと記憶しています。まあ、フレームは工藤さん、結構あの選手変えるもんですね。そうですね、やっぱり、だいたいその今で言えば吉岡選手とかね、はい、それからあの神山選手なんか乗ってるのにみんな憧れるんじゃないですかね、若い人は特に。ああ、なるほどね。じゃあ自分も同じの乗ってみたいという。そうですね、うん、やっぱりその藤代君のお父さん亡くなっちゃったんですけどね、はい、宇野なんかも人気あったんですよね。ですよね、はい、なるほど。それであの同じフレーム乗るとやっぱり自分も強くなったような気持ち。そうですね、を味わえるというか、やっぱり、まあ、大体はね、あの、はい、地域の近辺 の, そのメーカーを頼みますよね。そうですね、あの滝沢選手なんかはあの3連勝しろのでずっと通してますからね、はいはい、ですよね。さあ、解説48周年記念の前節 A 級の決勝、 A 級のチャンピオンは誰ということになりますか。地元からは野井正則、お願いします。そして力では福島の鈴木則義あたりも人気を集めていますが、果たしてどうなりますか。うわ、これだけやっぱり明るさの落差があるというところですね。結構あそこ日が陰ってるところなんですけども、うん。では第7レース A 級の決勝、西山栄一さんの実況でお楽しみください。平成9年の4月1日以降、選手が履いているレーサーパンツの色が変わったんですが、A 級レーサーは白の3本線から栄光に挑戦する緑の大地、そのイメージを表す緑のラインのレーサーパンツを履いた9名がバンクの方へと登場しています。
競争の方は第7レース、今度は A 級の決勝戦です。では決勝戦、勝ち上がってきた9名です。1番福島、鈴木則義、2番地元神奈川、野井正則、3番長野、市村和明、4番東京、横山昭夫、5番静岡、柿島秀幸、6番福島、鈴木義弘、7番東京、川上健二、8番茨城、尾崎博士、9番静岡、青島和則、以上の9選手によって A 級の決勝戦を戦います。静岡のマーカー9番の青島、そして地元2番、完全優勝がかかります野井正則です。祈るような姿勢を見せています2番の野井、果たして難関勢上位独占がなるかどうか。東京の4番車横山、準決勝では2着連帯を果たしています。向かいました第7レース、 A 級の決勝戦です。本当に穏やかなコンディションとなりました今日の天候。最後に1番の鈴木が状態を倒しました。号砲なって A 級の決勝戦の第7レース、内側から2番の地元野井正則が上がってきます。ここ花月園がホームバンク、前回の当初では決勝戦9着と本当にいいところがなかった地元2番の野井、しかしながら今シリーズ特選競争外並走からのまくりで1勝、昨日の準決勝ホーム4番手からのまくりで無傷で勝ち上がってきました。地元2番の野井正則が正攻法です。2番手1番の鈴木則義、鈴木が車を下げて5番の柿島が2番手に入ります。さらに9番の青島和則が上昇、ノイマークを主張します9番の青島、青島が2番手に収まって3番手に5番の柿島、静岡の2人が追走、4番手1番福島の鈴木則義、75機の機動力タイプです1番の鈴木、どちらかというとまくりの決まり手の1番の鈴木ですが、今シリーズ特選競争先行で3着、そして昨日の準決勝その得意のまくりを放って準決勝白星を取っています。鈴木のりよし現在4番手回り、後ろ6番の鈴木よしひろ、昨日の準決勝見事1、2着を決めました福島両者、福島勢の後ろに3番の長野市村和明です。福島勢を追ってなんとか優勝を取っていきたい3番の市村、7番手に7番東京の川上健二です。73期の若手先行タイプ、なんといっても徹底先行が持ち味、その逃げの力を生かしてここ決勝戦に勝ち上がっています。選抜戦は打賞からの先行3着、そして昨日の準決勝も打賞から先行したんですが3着と後続刺されてはいますが主導権を取り切っています。後ろ4番同じく東京の横山昭夫、ここはラインの結びつきが強くなりました東京両名、最後方から8番茨城の尾崎博士、昨日は本当にゴール前の伸び鋭かった8番の尾崎です。昨日の準決勝1勝挙げています8番の尾崎が最後尾回り、展開的には綺麗な3分線となりました A 級の決勝戦、満員となったバックスタンド前から第3コーナーです。地元2番の野井正則の正攻法、マークは9番の青島和則、青島としてもこの位置は絶対に譲れないところ、野井の機動力に託していきます9番の青島、3番手から5番の柿島と静岡両者が2人が追走、4番手に1番福島の鈴木則義、鈴木としても回転鋭いだけに逆転優勝のチャンス十分です。7番手には東京の川上、川上がまず動いていきます。中段4番手から1番の鈴木、3つのラインが動いていきます。打賞周回の第2コーナーからバック、先頭誘導員を外しました東京の川上、川上が早くも主導権に行って2番手には横山、3番手には大崎と関東両者が追走、今日も早めの先行です東京の川上健二、73期生が早めに行きます、切符よく行く東京の川上、4番手に1番の鈴木、そして地元の井は現在7番手、地元の井はどうやら7番手で覚悟を決めた模様だ、最終回の1センターから第2コーナー、4番手から先まくり打っていく1番の鈴木のりよし、3番手からは8番の尾崎だ、尾崎が自ら近くてくる、先行する7番の川上健二の横、8番の尾崎が今日は捉えた、早めのまくりは8番の尾崎、尾崎が行く、そして1番の鈴木が来る、最終の4コーナーから直線に戻った、先頭8番の尾崎、尾崎がもがく、後ろから1番の鈴木、鈴木が追い込んでくる、さらに2番だ、野井が果たして届いたかどうか、両手を高々と
2つそして3つと挙げました2番の野井、果たして届いたかどうか。尾崎のまくり、そして野井が鋭いまくり追い込み、果たして届いたんでしょうか。2番車の鈴木あるいは8番の尾崎といったゴール体系、2番8番あるいは8番2番ゴール前接戦となりました。走路審判員は異常なしの白田、正式決定までお待ちください。ではただいまの模様第4コーナーからの、はい、2センターから直線ご覧いただきます。3番手の尾崎博士のまくり、つけた鈴木範義、これで決まるかなっていう時に大外ご覧ください。2番の野井正則、鈴木が尾崎をかわせないところで野井が伸びてきて、ご覧のような体勢でゴールしています。今度は横の角度からです。まあ、まず第一に練習してたって話をしたんですけどね。まあ、そういうことで、はい、それ普通のやっぱり同僚っていうか、後輩だとついつい手抜いちゃうでしょ、その、はいはいはい、スパーリングパートナーをね、それをやらなかったっていうんでね、はい、その辺が僕はね、はい、あの具志堅用高の凄さだなと思って、それが何度も何度もああいう形でね、はい、あの防衛したんじゃないのかなって、うん、僕はそこで思ってたんですけど ね、 それと一緒でしょうね。そうですね、うん、やっぱり工藤さん、あくまで実戦のための練習、練習のための練習っていうのはありえないと。そうですね、あの若い人なんかはね、はい、あの練習ももちろん大事なんですけど、はい、競争であの思いっきりね、うんうんうん、先行したりね、踏み込むことでね、あの、はい、やっぱり倍数もかけてるんで、やっぱり力がぐっとつくんでね、はい、やっぱり競争で頑張らなきゃ、うんうんうん、その次へつながらないですよね。あ、そうですね、あのボクシングもスパーリングもグラブが違ってたり、相手がヘッドギアつけてたりはあるけれども、そこでもね、手抜きをしないっていうかね、はい、やっぱりそこある程度そこでも真剣だという、うんうん、あの凄さですよね、彼のね。そういうことでしょうね、さあまだ、場内は音楽が鳴り響いていて、ファンの皆さんが迷いに迷った挙句、迷って迷って最後に買ったのが当たった時ってしびれるそうですね。そうですね、結構あのこうやっぱり定まらないときは、買えないっていうのもね、人間の心理でしょうから、あんまりあの律儀に時間に合わせて先買っちゃうっていうよりはね、やっぱこうやって迷って迷って迷ってっていう取り替えちゃったらそれが来ちゃったりね。そうそうそう、そういうことっていうこともありますけどね。ちょっと新聞の片隅にちょっとあの怪我のことなんかあったりするとね、はい、これじゃちょっとまずいんじゃないかなと思って取り替えたりするとね、うん、それがまた来ちゃうんですよ、ね、それを引き取ってね、はい、それなら3000円なら引き取るよなんて言ってね、ああそっちの人が当たっちゃってね、ああそれでその人からご祝儀もらったりして、そういうことってよくあるからね、そうですね、そういうことってね、はい、やっぱりあれですね、うん、決めたらもう最後までオッズに関係なく、はい、やっぱりやっとこなしたんですね。そうね、あとまあそれぞれ人スタイルがあるようで、あのギリギリになってから買うタイプとです、ね、早めに買ってまた買ってっていう人もいますけどいろんなタイプがあります。そうですね、あの穴買いの人なんですけども、その人は一回この相当50倍とか60倍するようなところを買うんですけどね、はい、それをだん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 上乗せしていくんですよ。あーはー、買い足していくと、買い足していく、なるほど、それで自分の気持ちを高めていくというかね、そういうなんか応援のねあれをね高めていくようなね、うそういう人いますけどね。いや、当たった時の金額がだんだん高まっていくから、そうそうそう、あの盛り上がっていくんですね、温度がね、あれ違うんですねだからこれで100万、これで、うん、だから何枚も持ってるんですよね、その一瞬だけ、ね、はい、いやいや昔のあの巨人みたいな感じになってね、それぞれの人がそれぞれの楽しみ方だね。今日はそのそれぞれの人がすごい数集まってます、ご覧のようにですね、まあほとんどの方はお買い求めになって、あとはスタートを待つばかりというところですが、さあそれでは直前レポートに行きましょうか、高林さん。はい、まずは1番の角田選手と7番の吉岡選手のコンビ、こちらももうおなじみですけれども、2人の関係も長くなるにつれて少しずつ変わり始めているんだそうです。最近では吉岡選手が、角田選手に自転車のことを相談するようになって、聞き入れてくれるようになったんだそうです。角田選手としては自分にそんなこと聞いてくれて嬉しいなと思ってるんだそうです。そして、5番の山口浩二選手なんですが、
山口選手スランプを脱出してただいま絶好調なんですけれども、今の山口選手はスランプ前の力を持った謙虚なニュー山口浩二なんだそうです。実るほど神戸を垂れる稲穂かなが座右の銘なんだそうですよ。そして3番の小島選手なんですが、小島選手はお魚が美味しい金沢出身ということで、最近はですね回転寿司のキトキト寿司というところにハマっているんだそうですが、実はあんまり食べないんですよね。体を作るには好きなものばかりを食べているわけにもいけないし、維持するのは大変でモデル並みなんですね。そして最後に4番の滝沢選手の話をしましょう。滝沢選手、文化の日にちなんでですね、今日は本を読んでいる姿が見られたんですけれども、あ、何を読んでるのかなと思ったら、実はですね滝沢選手の初めてのお弟子さん伊勢崎明弘選手が雑誌に載ったんですね。先生の姿が垣間見られた光景でした。こちらからは以上です。はい、グリーンドームの勝利インタビューでも伊勢崎明弘の師匠の竹澤正道ですと出てきたり、ね、出てきたりしてましたですけどね。あの加倉正義選手はさっきの話を補足すると、中野浩一、井上茂伊勢崎明彦の九州勢の先輩を抜いたことあるんですけど、ね、それ以外ではやっぱり佐世保記念なんかでしっかり抜いてるのは加倉正義ただ一人 で、ね、吉岡の城みんな欲しがったんですけども抜いたことのある実績があるのは加倉正史、まあ、その時は不調ではありましたが吉岡が、したがってこの2人でワンツーというファンの皆さんの期待が大きいんではないかと思います。開設48周年記念花月園競輪菊花賞典前節 S 級の決勝まもなくスタートです。では実況で。平成4年、当時新装になったグリーンドーム前橋で21歳にしてダービーチャンピオンに輝いたのが吉岡利正でした。遅れること1年、臨海久々の大輝と呼び声高かった神山雄一郎が地元宇都宮のオールスターで涙の初タイトルを手にしてから東西両雄時代が始まりました。しかしここ1年、中部勢の躍進目覚ましく、臨海の勢力地図は大きく変動の時を迎えています。西の横綱の吉岡がこの流れを果たして止めることができるのでしょうか。開設48周年記念の菊花賞典前節の決勝を迎えています。では第11レース S 級の決勝戦を戦うメンバーです。目標に迷いはありません。今年の玉の記念の再現なるか、1番の加倉正義、目標の太田マークに全てを託していきます。悲願の菊花賞典制したい2番車の遠沢健二、3番は分の悪い大歌を果たしてどう封じることができるか、石川の小島啓司、4番泉田に絞っての勝負となります。千葉の滝沢正光、5番決め足限りは見られませんオールスター男山口浩二、6番大先輩背負って見せ場を作りたい泉田喜一、7番メディアドーム元年に向けて弾みをつけるか、7番の吉岡利正、8番チャレンジ精神本当に見事です京都の松本人志、9番地元遠沢連れて逃走劇が果たして決まるかどうか、太田真一です。以上の9選手によって開設48周年記念の菊花賞典決戦の舞台を迎えています。最後に9番の太田がゆっくりと状態を倒します。第11レース号砲が鳴りました。初日の特選競争からは8名、ほぼ初日の特選と再戦となりました11レースの S 級の決勝、泉田喜一が予選競争からただ一人勝ち上がっています。その6番の泉田喜一が前に行きます。予選競争1勝、そして昨日の準決勝3着で勝ち上がってきた6番の泉田に4番の滝沢正光で早くも千葉両名、3番手に7番福岡の吉岡利正です。ここ菊花賞典では平成3年、本当に鮮やかなまくりでスピードの違いを見せた7番の吉岡、平成6年は完全優勝と、ここ相性の良い花月園で復活ののろしを上げたいところ。吉岡現在3番手、後ろ1番の加倉正義です。今年の玉の記念はその吉岡のまくりを鮮やかに指しています。1番の加倉、福岡両者が3番手4番手追走で、9番の太田真一、75期の若手9番の太田です。なんといっても天性のレースセンス、今日は後ろに遠沢健二がつけるだけに先行も十分考えられる9番の太田です。
その太田にマークしていく2番の遠沢健二。今年は調子の方今一つだった2番の遠沢ですが、ここはなんとか気合を見せていきたい2番の遠沢。太田マークから打倒吉岡を目指します。そして3番の石川小島啓司、74期選考日本一の看板を取り戻すためにも昨日同様逃げて見せ場を作りたいところ。後ろ5番の岐阜山口浩二、悲願のオールスターを取りました躍進の中部勢の1人5番の山口です。小島マークから直線の差しにかけていきたい5番の山口、最高峰から8番京都の松本人志。今年はレーサーの改良に取り組んで戦いながらの競争となります8番の松本人志、中部近畿の3番手を固めていきます。展開は完全な細切れとなりました第11レース S 級の決勝戦。隊列はすんなりと一本棒にまとまってバックスタンド前から第3コーナーです。完全に日の方が西に傾いてバンクの方は少し暗くなっています。前では6番の泉田の正攻法、2番手マークは4番の滝沢、千葉両名前段変わりません。3番手7番の吉岡、昨日は早めの先行で約1周を逃げ切っています。7番の吉岡は3番手回り、完全優勝果たしてなるかどうか7番吉岡です。早くも上がってきた3番の小島啓司、赤番の啓司を迎えます。4周回目の第1コーナー、先頭誘導員は退避、泉田が前で待ち受けます。2番手に滝沢、3番手から7番の吉岡、上がっていく3番の小島啓司、細切れラインだけに動きの方が難しい S 級の決勝。第2コーナーからバックストレート抑えました3番の小島啓司、小島が行きます。太田をバクリに回して小島の先行だ。山口小島マーク、松本人志3番手、吉岡4番手を追走、吉岡現在4番手、そして1番の角倉少し離れた、泉田が吉岡の後ろにはまり込んだ、そして9番の太田は7番手、滝沢遅れて最高に回り一本棒で1センターから第2コーナー先行をかける小島がかける、そして5番の山口、3番手から8番の松本行った、松本自ら行った、さらに吉岡が外行く、しかしアウト苦しい、さらに太田新一だ、そして4コーナーから直線に戻ってくる、先行3番の小島、9番の太田が来た、太田優勝だ、太田、そして2番の遠沢がガッツポーズ、75期のナンバーワン待機を見せました9番の太田新一、鮮やかに吉岡としまさに土をつけました。ここ花月園見せ場を作りました9番の太田新一、鮮やかにまくりました。第11レース S 級の決勝戦、本当に素晴らしいドラマが待っていました。正式決定までお手持ちの投票券大切にお持ちください。走路審判員からまだ旗の方は上がっていませんが、正式決定までお待ちください。走路審判員4人とも異常なしの白旗、はい、走路審判員の旗は白旗、そして太田真一、小島啓司、吉岡利政、まあ、順序は吉岡利政、小島啓司というべきでしょう。これだけの先行選手を相手に、まあ展開のあやは当然あったわけですけれども、置かれたら今度は最後に力を発揮するという形しました。で、今日一番最初に松さんが話したあそこを乗り越えた選手は伸びる、そうですね、このバンクの一番いいところ回ってますね、はい、そうですよ、小島が先行して山口はお前さえ抜けばっていう感じで入ってきたんですけど、遥か外をですね、2社がぐーんと抜けていったというゴールでありました。決定はまだです。まあやっぱり初日の特選の裏返しで、今日は小島が先行、太田の方は別に幕に構えたわけじゃないでしょうけれども、そうですね、まあ、あの仕掛けが遅れてるんですけども、まあ、実際あの吉岡とすれば誤算だったのは松本のまくりでしょうね。でしょうね。あれで外にこの自分が合わされるような形になっちゃいましたからね。ですよね。ファンの誤算は大体吉岡の後ろに泉田が入ってたっていう。それもまたね。どうなるんだろうっていう。そこへ持ってきて吉岡に対して先まくりの松本人志がいて。団子状態になりましたよね。だからすんなり松本まくりも決まっちゃえばいいんでしょうけど、小島はあの位置でまくるっていうのはね、やっぱりで吉岡が松本の牽制というかまくりに、はい、こう浮いてるところへ、6番車の泉田までその吉岡のインコース入ってましたからね、はいはい、ですからほとんども団子状態になった、はい、もう太田にとったらもう最高の展開ですよね、うん、そうですね。さあ決定を聞くことにしましょう。決定、1着9番、2着2番、
三着五番。11レースの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番連勝短式6番2番3070円、車番連勝短式9番2番3300円。はい、決定もう一度ご紹介します。はい、11レースの決定です。1着9番太田真一、2着2番遠沢健二、3着5番山口浩二。連勝短式枠番6と2の組3000トンで70円、6と2の組3000トンで70円、車番9番2